市役所最大の資産です。能力アップを図り、やる気のある職員を作り出しましょう。資格取得状況、人事異動、職務上の表彰等の履歴を職員ごとに公開、適材適所の人事となっているかどうか市民に見えるようにしましょう。係長級、管理職級の承認試験を実施し、なぜその地位にあるのか理由が見えるようにしましょう。職員のアイデアが市政に活かせるように若手と連携しています。事業の無駄を見える化、長野県や須坂市で実施された事業仕分け、長野市では実施しなくても良いのでしょうか。理解指導型の事業仕分けを実施して無駄をチェックしましょう。観光の未来を見えるか、 JR のディスティネーションキャンペーンが昨年末に終了、大きなキャンペーンや善光寺御開帳などのチャンスを生かしながらも、それに頼らずに持続できる観光を作りませんか。例えば奈良の観光コンベンションビューローと観光事業者の連携を強化、誘致した学会会議のお客様に合った観光プランをご案内、もう一泊していけるような提案型営業をしていきましょう。